山下美月、一期生不在の新たな乃木坂46を背負う覚悟を明かす、飛んでくる矢を受け止めながら、2月19日深夜放送のテレビ東京系、乃木坂工事中に乃木坂46、山下美月が出演。32枚目シングルの W センターに選ばれた抱負を語る場面があった。番組では、乃木坂46、32枚目シングルの選抜メンバーが発表される場面があり、今回の新曲のセンターは、二人体制の W センターとなり、3期生の久保しおりと山下だと発表された。久保は涙ながらに、信じられない気持ちが大きいですね。目指してきた場所ではあったんですけど、それが正解なのかもわからなかったですし、と言い、6年間ずっと山下に追いつかなきゃっていう気持ちで活動してた部分もあったので、自分にとっては初めてのセンターなので、それが山下とっていうのがすごく嬉しいなって思います、とコメント。バル、また、山下は、1期生がいなくなって一番最初のシングルなので、私たちが今まで先輩方がしてくださってたみたいに前に立って、いろんな飛んでくる矢を受け止めながら、乃木坂をちゃんと背負っていくシングルにしなきゃなっていう気持ちはすごく強くて、でもやっぱ前回、のセンター期間は自分のことでいっぱいいっぱいになっちゃったので、今回はちゃんと自分のことも頑張りつつ、全体もちゃんと見て新しい乃木坂を良い形に、私と久保で作っていきたいなっていう気持ちでいます、と語っていた。